こんにちは。毒夫の妻、専門カウンセラーの福山一恵です。今回はですね、スパンレース、不織布カラーマスク、ベージュ40枚入りのご紹介をしたいと思います。私は最初ドラッグストアで7枚入りを買ってみました。ピンクとベージュ、どちらにしようか迷ったんですが、ベージュの方が落ち着いていて洋服にも合わせやすいのでベージュにしました。すごく気に入ったので今回はそれをご紹介したいと思います。またアマゾンさんでも7枚入りの商品が販売していますのでご利用くださいね。下の説明欄にリンクを貼っておきます。それでは開けてみたいと思います。このように1枚1枚個包装になっています。衛生的ですね。 PM2.5 黄砂や花粉、ウイルス、飛沫を 99% カットするフィルターになっています。3層フィルターです。それでは実際につけてみたいと思います。こういうふうに耳に当たるゴムが幅が広くってふわふわしていてとても柔らかいです。こんな感じになります。私は少し顔が小さくって S だとちょっとぴったりしすぎて小さいなって思うんだけど、M だとちょっとこういう風にここがね、隙間ができるわけなんですが、これまだ 16.、 横が 16.5cm で縦が 9cm なので、ちょっと普通よりはちょっと小さめなんです。実際初行でつけているのは17.5cm もあるので、ここをね、この隙間をホッチキスで留めて、いつもそういう風にしています。ちょっとこんな感じになります。そしてこの前ドラッグストアで買ったやつ、これもそうなんですが、ドラッグストアで買ったんですが、このようにちょっと色目が違いますよね。色の方もベージュ、ピンク、グレー、パープルと4色展開になっているみたいなので、お値段の方はカラーによって少しアマゾンさんでは違いがあるみたいなんですね。また詳しく知りたい方は下の説明欄にアマゾンさんのリンクを貼っておきますので、よかったらそちらを参考にしてみてくださいね。今回は衣食道元 .com さんのスパンレース、不織布カラーマスク、ベージュのご紹介をしました。最後まで見ていただいて本当にありがとうございます。それではまた次回もお会いしましょうね。ありがとうございました。